早川沿いの謎のスポットに来ていました。うん、ちょっと不思議な空間という感じがします。これは何なんですかね。なんかスロットがあって、なんかくつろぐ場所があって、やっぱりあの京都のね、衣笠平木町でしたっけ、砂防ダムグラフと同じような感じがするんですけども、これ見ると意外とそんなに水が上まで上がってこなかったのかなっていう感じがします。だってここ堤防一段下なんですけどね、あれどうもここまで、あでも水が来た感じはあるかな、うん、ここまで水上がってきてはいるみたいですね。だけど、でもここをね、なんか勢いよく流れてたっていう感じじゃないですね。あくまでここまで使ってましたという感じですね。そしてあそこに車が置いてあるんですよ。まあこの車はもともと動かないまま放置されて、あ、タイヤ潰れてますから、そうですね。今早川はこんな感じで、多分ね、これでだいぶ水が下がった後なんでしょうね。で、この住宅があるあたり、ここまでどうも水は上がってこなかったみたいですね。やっぱりね、あの京都の砂防ダム部落もそうなんですよ。もう本当際どいところにあるんですね。一応は安全を保ってるっていう、そういう場所にあるんですよ。だから何の意味もなくここにあるっていうわけじゃないですね。一見すると危なそうなんだけど大丈夫っていう場所にこういう部落はできるんですね、多分。なんかお店があって、でも人の気配がしないので避難してるんでしょうかね。ただでもこれを見た限り、なんとか水没は免れたように見えるんです。いや、これはすごい場所にあるんだけども、もっとすごいのは大丈夫だったっていうところですね。ここまで水が来なかったんですよ。だって水使ってたらこんなんじゃ済まないから。そうそう、水に浸かったような形跡さえないんですね、これ。人の空き家ばっかりっていうわけでもないですね。ちゃんと人が住んでる形跡があるんだけど、どうも今日は人の気配がない。やっぱ避難してるのかな。これはあれ、完治につき、あれ、人の家だから立ち入り禁止って書いてあるのかと思ったら、完治につきって書いてありますね。だからこれ、私有地でなくて、まあ本来であればね、河川敷で、二級河川だから神奈川県の土地になるのかな。だから私有地だからじゃなくて、公有地だから勝手に不法占拠するなという意味なのかね、これは。ちょっとどうもあの看板を誰が出してどのような意図なのかっていうのがよくわかんないですね。ということで、ちょっと歩きながらこの雰囲気というものを味わっていただきたいんですけど、こういう感じですよ。いや、こんなところあるんだな、小田原に。すごいな。いや、気になってたんですよ。まさかここまでとは思わなかったです。こんなところがあるんですね、未だに。住民の方にちょっと話を聞いてみたんですよ。ここはね、なんか半場だったそうですね。なんか働く場所があって、そこの労働者が住み着いたっていう経緯があって、あと この辺りにも家があったんですけども、まあもう結構昔なんですけども、台風で流されてしまったそうなんですよ。だからここちょっと低いから、ここは確かに危なかった。ただこっちの方は
なんかね50センチぐらいまでなんか迫ってたらしいんだけど、水が昨日は大丈夫だったそうです。でやっぱ人いないのは避難してるそうですよ。さすがに危ないと思って。それで意外にもね人の出入りが結構あるそうなんですよ。だからさっき聞いた方もね、実はそんな昔から住んでるわけじゃないって言ってましたね。で今でも人が出たり入ったりするので、意外と住民っていうのが新しくて古くから住んでる人はいない。だから本当にね、そのあそこに住宅地が建ち始めた頃のことっていうことになると、もう知ってる人がいないっていうような状態だそうなんですね。あの小田原市の土地だそうなんですよ。勧誘地って書いてあるんですけども、もう住民の方も僕はあの昔から小田原市の土地だということは認めてました。だからそういう場所がじゃあなんで今残ってるのかっていうことについては、住民の方はまあなんかよくわかんないって言ってましたよ。もうその辺は小田原市に聞いてみないとわかんないということなんだそうです。はい。でこっちの方にね韓国人会館があるんですけども、土地の高さとしてはあっち側とあこっち側とあっち側、実は高さは違わないですね。ここはちょっと低くなってるけどまたここで高くなったっていう感じ で、土地の高さはあっちと変わらないんで、だからここは大丈夫だったんです。あ、そうですね、全然余裕ですね。今日はなんか閉まってるから話を聞こうにも聞けないんですけども、朝鮮部落かっていうと違うみたいな感じですね。確かに当初はその在日の方が住んでるっていうことはあったのかもしれないけども、人の入れ替わりが激しいので、まあ言ってみればこういうところに住んでも構わないよっていうような層が住んでるんでしょうね。なんか養生テープ貼ってありますね。やっぱり台風だから避難してるっていう感じです。多分ここからさっきの場所に抜けると思うんですけど、ここには立ち入り禁止って書いてないですね。まあ、書いてないんで、抜けていってみようかと思います。すごいな。でもこういうところでも人が入れ替わりしてるっていうことは売買されてるんでしょうね。ここの物件がいくらで住めるのかっていうのはちょっと興味あるな。ということで、神奈川県小田原市からお伝えいたしました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。